2024年、恋人にしたい男性芸能人ランキングから読み解く、理想の恋人像。平野翔神宮寺勇太、岸優太の魅力に迫る。このランキングからもわかるように、3人ともまさに理想の男性像を体現している。2024年、恋人にしたい男性芸能人ランキングが発表され、多くのファンがその結果に歓喜の声を上げました。ランキングの上位には、 予想通りの顔ぶれが揃い、特に平野ジグルジユータそして岸ータという三人の名前が多くの人々の注目を集めました。このランキングは、日本全国の女性たちが選ぶ、理想の恋人像を反映しており、彼らがなぜここまで支持を集めているのか、その魅力に迫ります。まず、1位に輝いた平野翔について考えてみましょう。彼はその端正なルックスだけでなく、 明るく親しみやすい性格で、多くのファンを虜りこにしています。彼の笑顔は、人々に元気と安心感を与え、まさに、恋人にしたいという理想的なイメージにぴったりです。さらに、彼の演技力やパフォーマンスも、ファンにとって大きな魅力の一つです。ドラマや映画で見せる彼の演技は、役柄に完璧にフィットし、観客を物語に引き込む力があります。そのような多彩さが、 彼をトップに押し上げた要因の一つでしょう。次に、3位にランクインした神宮寺雄太の魅力について見ていきます。彼は、その穏やかで落ち着いた雰囲気と、どこかミステリアスな魅力がファンに強く支持されています。神宮寺雄太は、見た目のクールさだけでなく、内面の優しさや誠実さが多くの人々に評価されています。ファンの間では、彼のさりげない気遣いや温かい人柄が、 理想の彼氏像として認識されておりそれが今回のランキングでの高評価につながったと言えるでしょうまた彼のファッションセンスやライフスタイルも多くのファンにとって憧れの対象でありそうした要素が彼の人気をさらに後押ししていますそして7位に入った岸優太も見逃せない存在です彼はその明るくエネルギッシュな性格で多くの人々に元気を与える存在として愛されています ガン・ユータはいつもポジティブで、周りの人々を笑顔にする力を持っており、そのような性格が恋人にしたいと思わせる要因となっています。また、彼のステージパフォーマンスも非常に魅力的で、観客を楽しませることに長けています。彼のダンスや歌声は、常に観客を魅了し、ステージ上での輝きが彼の人気を支えているのは間違いありません。平野翔の例を挙げると、 彼の明るさやフレンドリーな性格は、多くの人々に、親しみやすいという感情を抱かせます。彼のファンは、彼が自分たちの日常に寄り添っているように感じ、彼と一緒に過ごす時間を想像しやすいのです。このような感情は、平野翔がただのアイドルではなく、個々のファンにとって、理想のパートナーとしての姿を明確に描き出しているからこそ生まれるものです。このように、平野翔 神宮寺雄太、岸優太の三人は、それぞれ異なる魅力を持ちながらも、共通して、恋人にしたいと思わせる要素を兼ね備えています。彼らの人気は、単に外見だけでなく、その内面の魅力や才能、そしてファンとの関係性によって築かれています。彼らがファンに与える影響は大きく、今回のランキング結果がそれを証明しています。ランキングを見ていくと、 その他にも多くの魅力的な男性芸能人が名を連ねています。例えば、2位にランクインした INI の木村正在も、その洗練されたルックスとパフォーマンスで多くの支持を集めています。また、4位の松下光平や5位の山下智久も、それぞれの独自の魅力で多くのファンを魅了しています。このランキングは、ファンが選ぶ、恋人にしたい理想像を如実に反映しており、彼らの人気の理由を探ることは、 現代の日本における女性たちの恋愛観や理想像を理解する手がかりとなるでしょう。さらに、このランキングの背景には、現代のメディアや SNS の影響も大きく関わっているといえます。ファンは、テレビや映画だけでなく、SNS を通じて彼らの日常や舞台裏の様子を身近に感じることができます。これにより、芸能人とファンの距離が縮まり、よりパーソナルなつながりを感じることができるようになりました。 このようなコミュニケーションの変化が、ファンの愛着を深め、ランキングに反映されているのです。このランキング結果を見ると、ファンと芸能人との関係性が単なる、憧れから、より身近で現実的な、恋人像へと変化していることがわかります。これからも、ファンと芸能人とのつながりがさらに深まることで、彼らの人気はますます高まっていくことでしょう。そして、次回のランキングでは、 どのような顔ぶれが上位にランクインするのか、今から期待が高まります。また、今回のランキングは、恋人にしたいというテーマで行われましたが、これが示すのは単なる人気投票ではなく、ファンが彼らに抱く、理想の男性像そのものです。特に日本の芸能界では、見た目の美しさだけでなく、その人柄やパフォーマンス、さらには、ファンとの交流の仕方が大きく評価される傾向にあります。 ファンが求めるものは、単なる、美しい人ではなく、共感できる人一緒にいたいと思える人なのです。このランキングが示すように、平野章、神宮寺雄太、岩優太は、まさにその、理想の男性像を体現しています。彼らは、それぞれ異なる個性を持ちながらも、共通して、ファンとの絆を大切にしており、その姿勢が多くの人々に愛されています。 このような彼らの努力と真摯な姿勢が、今回のランキング結果につながったと言えるでしょう。さらに、神宮寺勇太のミステリアスで穏やかな魅力も、多くの女性に、癒しと、包容力を感じさせています。彼の存在は、忙しい日常の中でふとした瞬間に思い出されるような、一種の、安心感を与えているのです。彼のファンは、彼の温かさや優しさに触れることで、 自分自身も癒されると感じています。このように、神宮寺雄太は、ただの芸能人としてではなく、心の拠りどころとなるような存在として多くの人々に認識されています。岸雄太に関しては、そのエネルギッシュでポジティブな性格が、ファンに、元気と、喜びを与える要因となっています。彼の活発さや笑顔は、見る人々を自然と笑顔にさせ、その明るさが、 一緒にいたいと思わせる大きな魅力となっています。岸優太のファンは彼と一緒にいることで日常のストレスや疲れを忘れられると感じており彼の存在はまさに癒しと活力を提供してくれるものです。このランキングはファンの気持ちや願望を反映するだけでなく現代社会における理想の恋人像についての洞察を与えてくれます。特に日本では外見だけでなく その人の内面や他者への態度が重視される傾向にあり、このランキング結果もそのことを示しています。私たちは、表面的な美しさではなく、心から共感できる人や、自分を大切にしてくれる人を求めるようになってきています。また、このようなランキング結果は、ファンと芸能人との関係性が変化していることも示しています。SNS やインターネットの普及により、 ファンは以前よりも芸能人のプライベートな側面に触れる機会が増え、彼らの人柄や生活スタイルに対する理解が深まっています。これにより、芸能人とファンとの間に築かれる関係は、単なる憧れから共感や親近感へと変わりつつあります。例えば、SNS での投稿やインタビューなどを通じて、芸能人の日常や考え方を知ることができるようになった結果、 ファンは彼らをよよりり身近にに感じるようになりましたこれによりランキングにランクインするための要素も変わってきており単なる見た目の美しさやパフォーマンス力だけでなくファンとのコミュニケーション能力や共感力が重要視されるようになっています。そしてこのランキングが示すのは単なる恋人にしたいという願望だけでなくファンが求める理想のパートナー像そのものです。 彼らが理想のパートナーとして支持される背景には、ファンが彼らに対して抱く安心感や親近感、そして彼らとの間に築かれる信頼関係があります。このような関係性が、現代のファンと芸能人との間における新しい形のつながりを象徴しているのです。また、今回のランキングは、日本社会における男性像や恋愛観についての新たな視点を提供しています。私たちは ただ外見が良いだけの人ではなく、内面の強さや優しさ、他者への思いやりを持つ人を理想のパートナーとして選ぶ傾向が強まっているのです。このような価値観の変化は、現代の社会においてますます重要なものとなっており、ランキング結果もそのことを反映しています。このランキングを通じて、私たちは自分自身の理想のパートナー像についても考えさせられます。それは、単に美しさや魅力だけでなく、 相手の人柄や価値観そして共感でできる部分が重要だとということです私たちは理想のパートナーと共に歩むことで自分自身も成長し幸せな人生を築くことができると信じています。これからもこのランキングに注目し続けることで私たち自身の理想や願望について考えそしてそれを実現するための道を見つけ出していきましょう。次回のランキングでは どのような新たな魅力的な人物が登場するのか、そしてそれが私たちにどのような影響を与えるのか、今から楽しみです。そして、そのランキングが示すものを通じて、私たちは自分自身の人生をより豊かで意味のあるものにしていくことができるのです。あなたにとって、理想の恋人像とは何でしょうか。このランキング結果を踏まえながら、自分自身の理想について考え、 そして、そそれををを実現するるためにどのような行動を取るべきかを考えてみててみくださいそして理想の恋人と共に歩むことで、あなたの人生がより幸せで充実したものになることを願っています。最後に、このランキングを通じて、私たちは、理想の恋人像について改めて考えさせられます。それは単に外見や名声だけでなく、人柄や価値観、そして共感できる部分が重要だということです。 これからも彼らがどのようにファンと向き合い、どのように成長していくのか、その動向に注目していきたいと思います。そして次回のランキングでは、どのような新しい顔ぶれが登場するのか、今から楽しみです。